今からでも赤いスニーカーに履き替えた方がいいだろうか。ん？お疲れ様です、ムービンです。今回もマッチングアプリで出会い中してみたのゲーム実況やっていきましょう。前回のパートはこの真ん中のね、アイリちゃんっていうやべえ女を攻略はしてないな、のルートをやってきました。オチとしては飯目女っていうね、飯が目的の女ってことで、実はがっつりのおデブ野郎だったっていうことで、画像もまあ加工しまくりのやべえ女だったと。というわけで今まで M さん、アイリさんって来てます。で、最後にさやかさん攻略していきたいんですけど、攻略情報、今回のヒントなんですが、さやかさんに会うときにこのように靴を履き替えない、履き替えるっていうルートがあるらしいので、この2つそれぞれ見ていこうかと思います。はい、というわけで今間違ってこれおっしゃったけど、ログインだね。ログインで、どこだっけな、ここか、誰とデートに行こう、ここだね。で、これでさやかさんを選んでいこうと思います。ちなみに今回このゲームって、前も言ったんですけど、概要欄にね、このゲームには性的な描画が一切されておりません、お詫びとして一つだけホラー要素の強いルートをご用意しましたっていう文章があるんですよ。で、苦手な方はそのキャラクター避けてくださいねって書いてあって、前回のパートでアイリちゃんのこれもう実質ホラーやろってふざけたんだけど、これ多分さやかさんのとこでホラー要素あんじゃないかな。とやっていこうか。うん、怖いけどやっていこう。よし、決めた。さやかさんとデートすることにしよう。はい、喋っていきましょう。さやかさん、返信遅くなってすいません。スケジュール確認したら大丈夫だったんで、よかったら明日お茶しましょう。よかった。じゃあ明日池袋駅東口に12時待ち合わせで。わかりました、楽しみにしてます。私もすごく楽しみ。そういえばさっきあなたのこと占ってみたんだけど、そういえば占い趣味あったな。明日のあなたのラッキーカラーは赤みたい。赤いものを身につけてくるといいことが起こあるかもしれないわ。そうなんですか、わざわざありがとうございます。覚えておきます。ちょっとマウスカーソル乗っちゃった、ごめんね。残念だけど他の2人にはお断りの連絡をしておこう。だから赤いやつを着てくかどうすっかみたいな話になるのか。はあ、さやかさんとデート楽しみだな。そうだ、明日のデートに備えていろいろ予習しておかなきゃ。はい、準備してますね。カズオさんのブログだね。ブログだね、かみましたね。俺は久しぶりに一流ナンパ師カズオの恋愛必勝ブログを開き、初デート必勝テクをの内容を頭に叩き込んでから早めに就寝した。これは別のこのルートでもやってますね。 Day 7日曜日なんで日曜日だけ日本語なん。ファーサか、私のさじ加減だな、その英語にするかしないかは。よし、今日はデートの日だ、気合い入れていくぞ。行きましょう。どんな人なんでしょうね。ここで選択肢があるのか。行ってきま、あ、玄関のドアに手をかけたところであることを思い出した。うん、ラッキーカラーは赤みたいか。うん、さやかさんはチャットでそんなこと言ってた気がする。どっちが正しいんだろうな。改めて自分の服装を見直してみたが、赤色のアイテムを何も身につけていなかった。そういえば靴箱の中に去年買った赤いスニーカーが入ってたな。今からでも赤いスニーカーに履き替えた方がいいだろうか。待って、思った以上にびっくりした。早ない待って、フォントフォントがさ、もうすでに、あ、これが怖いよっていうルートだから、避けてくださいっていうのはこれを押さないでくださいってことですね。履き替えません。いや、わざわざ履き替えるのもめんどくさいし、このまま行こう。いや、でもこの後一応見ようと思うので、よろしくお願いします。さやかさんには気を使って言えなかったが、そもそも俺は占いの類を信じていない。占いなんていうのは誰にでも当てはまるような曖昧なことしか言ってなくて、それを受け取る側が勝手に都合よく解釈してるだけだ。行ってきます。でも普通身につけていった方がプラスなんじゃねって思うよね。なんか、あ、赤がいいって言ってくれたからつけてくれたんだ、嬉しいってならない？だからなんか下の方がむしろ正解なのかなって思ったんだけど、なんかね、なんかズズズってなったよ。
びっくりしちゃった。最近びっくりしちゃったがね、口癖なんだよね、私。なんかね、なんか本当にびっくりした時に、びっくりしちゃった私とか、びっくりしちゃったってめっちゃ言っちゃうんだよね。時刻は11時50分。約束の時間まであと10分。プロフィール写真ですでにお互いの顔は知ってるから、会えばすぐにわかるはずだ。でもさ、5年後ぐらいなんじゃないの？ 3 年ぐらい経ってるって話だっけ？あの人かな？いや違った。あ、もしかしてあの人？なんだか緊張してきた。荒ぶる心臓を抑えながら行き交う人々の顔を眺めていると、あの佐々木くん？はい、不意に後ろから声をかけられ慌てて振り向く。そこにいたのは一番可愛いな、おい。びっくりしちゃった。一番可愛いわ。そのまんまじゃん、本当に。ちょっと身長伸びましたね。はじめまして、さやかです。ごめんね、もしかして結構待った？え、いや全然、俺も今来たところです。はじめまして。一番幸せか？美人だ。プロフィール写真で見るよりは、よりは地味で大人っぽい印象だが、それでも十分綺麗な女性がそこには立っていた。なんてラッキーなんだろう。やり目的って思われないようにしないとね。立ち話もなんだし、どこかのお店に入ろうか。この近くに紅茶の美味しいカフェがあるんだけど、そこでいいかな。はい、喜んで。佐々木くん、緊張しすぎ。もっとリラックスしていいから。すいません、こんな美人を前にして緊張するなというのは無理な話だ。昨日あれだけ頭に叩き込んだ初デート必勝テクもすっかり記憶から吹き飛んでしまった。カズオのせっかくの必勝テクが。それじゃあ行こっか。これ逆にさ、赤い靴着ただけでどんなルートになるの？漏らしちゃうかもしれん、私。たわいもない雑談をしながら歩き、10分ほどでおしゃれなカフェにたどり着いた。いらっしゃいませ。おしゃれ。池袋にこんなカフェあったんですね。初めて知りました。静かでいいお店でしょ。私も気に入ってて、もうすっかり常連になってるわ。常連になっているわか。そうなんですか。イントネーションが変だった。こういう隠れ家的な名店を知ってるあたり、さすが大人の女性って感じだ。さやかさんはアプリでの印象通り、落ち着いていて知的な雰囲気の女性だった。同年代の女子には興味が、ない魅力があるか。こちらメニューになります。注文が決まりましたらお呼びください。綺麗なウェイトレスさんにメニューを渡される。そこにはさまざまな種類の紅茶の名前が記されていた。ダージリンやアールグレイなんか聞いたことがあるが、ディンブラやキームンなど初めて見る名前も多い。知らない紅茶を注文して恥をかいてもよろし。無難にアールグレイを注文しておこう。どんな味だったか思い出せないが、有名なやつだからきっと美味しいはずだ。紅茶の他にケーキやスコーン、軽食なんかも置いてあるようだ。食べるか、せっかくだし。佐々木くんは注文決まった？はい、アールグレイにしようかと。いいわね。私はフレーバーティーにしようかしら。すいません、注文よろしいですか？アールグレイとフレーバーティーをお願いします。かしこまりました。ちょうど近くを通りかかったウェイトレスさんを呼び止め、さやかさんが2人分の注文を手際よく済ませてしまった。こういうのは普通男の役目だったかもしれない。情けない。ありがとうございます。いえいえ、ここの紅茶はとっても美味しいから、佐々木くんも きっと気に入ると思うわ。さやかさんは上品に、ニコリと微笑んだ。今日カミカミ。また1個前のパートと日が違うんすよ、今日。なのにカミカミ。仕切り直せてるはずなのに。こういう時は滑舌良くなるはずなのに間空くと、お待たせしました、こちらがアールグレイとフレーバーティーになります。5分ほどしてウェイトレスさんが高そうなティーカップに入った紅茶を持ってきた。いただきます。恐る恐るティーカップに口をつける。あ、美味しい。いつもスーパーで買う、お得パックの紅茶より味が濃くて上品な気がする。ちらりとさやかさんの方を盗み見ると、彼女はティーカップを持ち上げて目を伏せて香りを楽しんでいるようだった。なるほど、紅茶とは香りを楽しむものなのか。美味しくて一気に飲み干してしまった自分がバカみたいだ。窓から差し込む日の光に照らされながら上品に紅茶を味わう彼女の姿は一枚の絵画のようだった。ねえ佐々木くん、彼女はティーカップをそっと受け皿に置いた。え？ノアの箱舟って知ってる？唐突なんですけど、ノアの箱舟ってなんかなんだ、救世主みたいな感じで、なんか選ばれた人間だけを詰め込んで飛ぶみたいな船だっけ。突然の彼女の言葉に面食らう。確か聖書に出てくる話ですよね。
そう、さすが佐々木くんね。ノアの箱舟は旧約聖書に登場する物語よ。ほう。人類が堕落し、悪事ばかりをするようになったことを怒った神はある時だった。ある時大洪水を起こして彼らを絶滅させることに決めた。しかしノアという人間だけはそんな時代の中でも、真面目で正しい人間であったので、ノアとその家族は救済することにした。あ、そういう感じなんだ。あ、選ばれたのがノアさんだったんだ。いや、なんか人を集めるって感じじゃないんだ。あ、でも集めるんか、ここから。神はノアに箱舟を作るように命じ、それに彼の家族と全ての動物のつがいを乗せるように指示した。その後洪水が世界を滅ぼし、ノアの箱舟に乗っていた者だけが生き残った。うん、そういう話だったんだ。ノアの箱舟、聖書の中でも特に有名なエピソードだ。アニメや漫画の元ネタとして使われることも多い。しかし、なぜ彼女は急にそんな話をするのだろう。ちょっと怖いよね。ん？そして裁きの大洪水はもう一度起ころうとしている。人類は愚かにも環境破壊や戦争を繰り返し、今もまた地上には多くの悪が はびこっている。宗教に、信仰されてる方ですか？別に宗教は人それぞれなんですけど、清らかな心で誠実に生きようとする、人たちは、報われず、ずる賢い人間や欲にまみれた人間ばかりが得をする。こんな世界は間違っている。信じられないかもしれないけど、近いうちに必ず終焉の日は来るわ。その時、神を信仰し、良い行いをしてきた、正しい人だけが生き残ることができる。そう、ノアのように。何を言ってるんだ？裁きの大洪水、終焉の日？そんなことを本気で言ってるのだろうか？もしかして俺をからかってるのか？そう思って彼女の褒美がどう見ても冗談を言ってるような雰囲気ではなかった。終焉の日までもう時間がない。私は、いえ、私たち、わちゃん教徒。わちゃん教徒って言うんだ。わちゃん教徒は少しでも多くの人にこの事実を伝え、滅亡から救済する使命があるの。私、アプリで話した時から気づいてた。あなたは優しい心を持った聡明な人だって。この世界に何の疑問も持たない汚染された人間たちとは違う。だからお願い、佐々木くん、一度だけでいいから私たちの集会に来てくれないかしら。絶対に嫌です。その一言で鈍い俺でもようやく気づいた。自分は彼女がよくわからない宗教に、彼女からよくわからない宗教に勧誘されているのだと。すいません、そういうのは一切興味がないので。安心して、別にあなたを無理やり入信させようなんては思ってないわ。それは わちゃん教の教義に反するし、意味がないもの。ただ一度だけ話を聞いてほしいの。一度だけ行きたくないって言ってんじゃん、こっちが。わちゃん教徒はみんないい人ばかりだし、別に危ない宗教じゃないわ。一部の人しか知らないことだけど、あの俳優のバツバツバツや、政治家の三角三角三角もわちゃん教徒なのよ。嘘だろ嘘じゃねえの、こういうのって。バツバツバツと言ったら、CM にもワンマン出てくる有名な俳優だし、政治家の〇〇と言ったら、最近よくテレビで見かける話題の人だ。そんな人たちがこんなわけのわからない宗教の信者だったなんて。怖え。こっちのルートも怖え。文字ギザギザじゃないから、それなりに普通なルートかと思ったけど、怖え。一番まともな子最初に攻略しちゃったよ。さやかさんが身を乗り出し、僕の手をそっとな握る。この後一緒に集会に来てくれる？選択肢。これ怖いね、こっちも。このスニーカーも怖いけどね。もう行かないよ、選択しましょう。どうして？わちゃん教の人たちはみんな賢くて善良な人たちばかりだから、だし、あなたもきっと気に入ると思うわ。若いうちは何事も経験が大事だと思うの。よく知りもせず否定して自分の知見を狭めるのは愚かなことよ。集会に行くことで得られる経験は必ずあなたの人生においてプラスになると思うわ。もう一度聞くわね。よっ。うわ、怖え。そういうルート避けたじゃん。行くことにな。はい。もう一つ選ぶとどうなっちゃうの？でも、はいしかないし。怖っ。だから分岐がなかったのね。まあ確かに分岐ないってヒント見たらわかるからさ。なんでいいえってなるんだと思ったけど、ゾクッとした。怖すぎんご、これ。ありがとう。あなたならそう言ってくれて信じたわ。さやかさんはとても、嬉しそうに微笑んだ。終わった、主人公。終わった。
その笑顔から俺を騙そうという悪意は一切感じられない。いや、騙そうとは思ってないんだよね。マジでこの京都を信じてるから別に騙そうとは本気で思ってないのよ。だから悪意を感じられないだけなんよ。ただ純粋に自分が信仰する宗教の素晴らしさを俺に教えたいのだろう。そこには 100% の善意しかない。だからこそ俺は背筋がゾッとした。俺が集会に行くと言ったのは、そう答えないとさやかさんがいつまでも納得してくれないような気がしたからだ。強制的に入信させられるわけでもなさそうだし、ちょっと話ぐらい聞いてもいいだろう。別に美人に手を握られて心が揺らいだわけでは決してない。まずいぞ、まずいぞ。集会は毎週日曜日15時からこの近くにある集会所で行われるの。それじゃちょっと早いけど行きましょうか。大丈夫か。ありがとうございました。俺たちは会計を済ませ、おしゃれなカフェを後にした。3ヶ月後、あ、時間経っちゃった、時間経っちゃった。あ、終わった、終わってる、完全に入信しちゃっちゃ。では、経典っていうの、こういうの俺読み方わかんない、あの宗教入ってないんで僕。120ページどなたか音読お願いします。はい、入ってるわ。私たちの父シムわちゃんは言いました。神を信じ正しい行いをする京都は、京都には必ず救いが持たされる。謙虚であれ、隣人には親切であれ、争いから身を遠ざけ、色欲に溺れることなかれ、殺生をすることなかれ。ありがとうございます。素晴らしい音読でした。きっと神を喜んでおられます。皆さん拍手を。パチ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 。京都庁に頭を下げ、静かにその場に腰を下ろす。隣ではさやかさんが嬉しそうに拍手していた。それでは本日の勉強会はここまでとします。皆様ごきげんよう。エテルのわちゃん、エテルのわちゃん。おお。京都庁の挨拶を合図に、信者たちが解散する。お疲れ様、さっきの音読すごく良かったよ。やっぱり佐々木くん頭もいいし素質があるね。誘って良かった。このまま徳を積んでいけば、いずれは京都長になるのも夢じゃないかもね。うん、そうだね。さやかさんの期待に応えられるよう頑張らなくっちゃ。うん。うん。うん、まあでも、必ずしも、あの、宗教が悪いわけじゃないから、あの、まあ、ありな未来なんじゃないですか。あの日、俺はさやかさんと共に集会に参加した。彼女の言ってた通り、わちゃん京都の人たちはみんな優しくて親切な人ばかりだった。よそ者の俺を温かく迎え入れてくれて、美味しい手料理を振る舞ってくれたり、悩み事を親身になって聞いてくれた。まあ、この子ぼっちだったからな、まあ、そういう人狙われるって言うよね。でもね、そういう人こそ狙われるんだよね。大学で孤立していた俺が悪いわけではなく、彼らと俺では魂のレベルが違うため分かり合えないのだと慰めてくれた。集会所はとても居心地がよく、気づけば毎週足を運ぶようになっていた。経典の内容を理解するたび、皆が喜んでたくさん褒めてくれた。こんなに人から褒めてもらったのは生まれて初めてだった。大学は中退した。行く意味がわからなくなったからだ。どれだけ大学の勉強を頑張っても、真面目に生きても、俺はきっと報われない。退学届を勝手に出したと知ったとき、母さんは泣いていた。うん、別に経典の内容すべて信じているわけではない。裁きの大洪水なんて、世界の終焉なんて馬鹿げている。あ、そうは思ってるんだ。それでも、もし本当に神様がいるのなら、どうかお願いします。俺のこの最後の居場所だけは奪わないでください。あー、わちゃん今日、はい、これ20分ぐらいだけど、どうなるんだろう。これもう1ルートやったらやりすぎになっちゃうかな。もし長かったら分割しますが、今回ね、3つ目のルートわちゃん今日やりました。多分半端なく怖いかもしれん。あの、ホラー要素強いルートを用意しましたって言ってたから、半端なくきついかもしれん。もう一つの赤い靴履くか、履こう。ちょっと多分あの、あれかもしれんけど、あの、あれです、あの、何か言いたいんだろう、怖いルートなので、長かったら分割しますし、短かったらくっついてます。多分あなたがこの後、じゃあ10分とか20分続いてるなと思ったら、分割されてるかもしれないし、一緒にやって、何を言ってるか分かんなくなってきた。怖いルートやろう。うん、赤い靴を履き替えましょう。どうなるんだこれ。せっかくさやかさんが占ってくれたんだし、ここは素直に従おう。
行ってきます。でもさ、宗教、結局宗教勧誘も兼ねてんでしょ、さやかさん。なんでこの赤い話したんだ。赤いスニーカーを取り出した。池袋東口。ああ、一緒ですね。時刻は11時50分。顔を見ればわかるよね。あの人かな？いや、違った。もしかしてあの人？なんだか緊張してきた。荒ぶる心臓を抑えながら行き交う人々の顔を眺めていたが。ん？変わったぞ！あれ？約束の時間を過ぎてもさやかさんは一向に現れない。何かメッセージが来ているかもと思いアプリを起動するが、特に何の連絡も来ていなかった。なんだろう、電車の遅延とか。いや、連絡すらないってことは寝坊だろうか。なんか怖い、後ろ。なんか部屋も怖い、ね、やめて。なんか後ろ振り返っちゃった。怖いんだけど、なんか。なに怖っ。誰も今日いないからマジで怖いんだけど。かなりいないから怖いんだけど。とにかく彼女にも何か事情があるらしあられたとして、少し待ってみよう。なんかターゲットに使われるのかな。来ない。それから1時間ほど待ってみたが、さやかさんが現れることはなかった。仕方ない、諦めよう。マッチングアプリにおいて待ち合わせの場所に相手が来ないということは珍しくないらしい。あくまでネット上の関係だし、約束を破ってもあまり罪悪感が湧かないのだろう。当日になって急に会うのがめんどくさくなったのかもしれないし、もしかしたら近くまで来ていたけど俺の顔を見て写真とイメージが違ったから声をかけず帰ってしまったのかもしれない。まあありえるね。正直少しショックであるが仕方がない。そうだ、帰る前に念のためもう一度メッセージが来てないか確認しよう。どうした？どうした？怖い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 、めちゃめちゃ怖い。そう思ってアプリを起動し固まった。なんだよこれ。どういうこと？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 さやかさんのプロフィール写真は顔部分が塗りつぶされ、写真はところどころ文字化けしていた。これはいたずらか？俺を驚かせようとしてこんなことをしてるのか？あまりにも悪趣味すぎる。確か悪質なユーザーはブロックできる機能があったはず。あれ、ブロックできない。なんでだよ、クソ。でよかった？でよかった？君が悪かったので、俺はその場でマリーズを退会しアプリを削除した。これでもう安心だ。世の中がなんかぐちゃぐちゃになってるというか、背景が怖い。俺のマッチングアプリ体験は後味の悪い嫌な思い出になってしまったが、じきに忘れて元通りの生活に戻れるだろう。いや、怖い怖い。ちょっと画面がさ、怖いんだよ。そう思っていたのに。待って。はあ、今日は散々な日だったな。疲れたし、さっさと寝るか。どういうこと？なんだ、知らない人からショートメッセージが。やっと見つけた。ずっとあなたみたいな人に出会いたかった。優しくて、真面目で、聡明で。私はあなたにひどいことしないよね。あなたは私にひどいことしないよね。ねえ。よっ。はい。おーとしたのに今日来てくんなかったじゃん。うわ、気持ち悪い。誰がこんなメッセージを送ってきてるんだ。もしかしてさやかさんなのか。いや、そんなはずはない。さやかさんとの唯一の連絡手段であるマリーズはすでに退会したんだから。怖え。でも出ようか。でも出ようか。正直さっきのはいが全部画面にバーって出た時の方が怖かった。思わずスマホを床に叩きつけるが、画面にひびが入っただけで着信音は一向に鳴り止まなかった。そうだ、スマホの電源を切っちゃえば。なんで電源ボタンを押しても切れないんだ。うるさい。いい加減にしてくれ。その日一晩中俺のスマホは鳴り続けた。もう出ようぜ。それは出ようぜ。結局昨夜は一睡もできなかった。あの君の悪い着信音から逃れたくて、俺はスマホを部屋に置いたまま早めに大学に来た。授業が始まるまであと30分近くあるが、それでも家にいるよりはずっと心が落ち着いた。なんかマリーズを通してさやかさんっていうやつが、これってパラレルワールド性みたいなこと書いてあったから、幽霊だったパターンってことかな。後ろの方の席に座ってぼーっとしていると、しばらくして女子学生2人組が楽しそうに雑談をしながら教室に入ってきた。いつもは鬱陶しく感じる女子たちの甲高い騒がしい
甲高くて騒がしい声も今はただありがたかった。ねえ、うちら早く来すぎじゃない？まだほとんど誰も来てないじゃん。まあまあいいじゃん、座って適当におしゃべりしてようよ。なんか私に報告したいことがあるって言ってたじゃん。ああそうだったね、聞いてよ、実は私マッチングアプリ始めちゃいました。マッチングアプリ、今一番聞きたくない単語が耳に飛び込み心臓が凍る。はあやめなよ、マッチングアプリなんて、それって出会い系みたいなもんでしょ。知らない男と二人っきりで会うなんて危ないに決まってんじゃん。そうかな、今時マッチングアプリなんてみんなやってるし全然平気だって。はあ、あんたってほんと危機感ないし世間知らずだよね。3年前女子大生がアプリで出会った男に殺された事件知らないの？3年前女子大生、はてあったな。飲み物に睡眠薬入れられて無理やり家に連れ込まれて、遺体が発見された時は全身バラバラで、それはもう直視できないような姿だって。当時は結構ニュースや新聞で騒がれてたじゃん。言われてみればそんな事件あったかも。確かに確か男がまだ捕まってない猟奇殺人鬼だったんだよね。そうそうそう、しかもさ、噂によるとそのさ女子大生って当時うちの大学の4年生だったらしいよ。マスか、それはさすがにデマじゃないの？ほんとだって、サークルの OB の先輩に聞いたもん。殺された女の人すごく真面目で成績優秀な美人だったらしいよ。確かその人の名前はなんで乗るんだスマホが。おい、びっくりした。い、待って、待って、終わってこのまま。怖い。さやかさんの顔とか変わんないで、頼む。よし頼む。オープニングに戻って、頼む。よし。怖かったよー。そういうことね。さやかさんに取りつかれてしまったというオチですか。いや、よかった。さやかさんのめっちゃ怖い顔とか CG 用意されてたら、絶対漏らしてました。漏らしてました。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。めちゃめちゃ怖かったです。はい、さやかさん2パターンあるってことですね。さやかさんが宗教勧誘だったパターン、さやかさんが実は幽霊だったパターンですね。はい、皆様、楽しんでいただけたでしょうか。最後ね、トゥルールートはちょっと私、プレイさせていただきません。ごめんなさい。はい、とあるキャラクターを、好感度最大にした状態で、一緒に回路を選択するとトゥルーエンドということで、ぜひやりたいんですが、つうか裏ではやるんですけど、皆さんにぜひダウンロードしてプレイしていただきたいので、今回の実況、このマッチングアプリで出会い中してみたはここまでとさせていただきます。はい、皆様、ティラノゲームフェス2021年度の参加作品でありますので、皆様ダウンロードしてプレイしてみてください。ダウンロードリンク等は、こちらの動画の概要欄に載せてあります。皆様、そういうわけでご視聴ありがとうございました。ムービンでした。また別のゲーム実況でお会いいたしましょう。バイバイ。